ねえ、さっきのあかりさんの話ってやっぱりあれかな？どうするの？どうするもこうするもしらばくれるしかないでしょ。もしバレても堂々としてりゃいいのよ。あんたのその根拠のない自信が羨ましいわ。そんなことよりさ、台風の日って燃えるよね。じいわき肉踊るよね。もしもし葵、私だけど。台風来てるでしょ、大丈夫かなと思って。さあ助かるわ、あんたが働き者で。考えとくわ。ところで葵、相談があるんだけど。明日から新しい寮生が入るから。
けだからよろしくね。急な話だったんだからしょうがないでしょ。部屋はあるんだから問題ないはずよ。あったでしょ、2階の2人部屋。明日からだから頼んだわよ。どうしたの？そりゃまずいわね。葵くん、2階の雨漏りする部屋私の部屋の窓が飛んでっちゃったんだけど。一応かろうじて。あいよ。風の音がうるさくて聞こえてないんじゃない？入っちゃいましょうよ。でもここにいるとずぶ濡れになっちゃうでしょ。うん、そうだね。ごめんください。うん、やっぱりドスなんじゃ。すみません、誰かいませんか？
聞こえてないわね。姉さん、もっと大きな声を出さないと。あの、ごめんください。あ、無視されたわね。お客さん来てるみたいよ。それにしてもボロっちいわね。夜が明けたら跡形もなくなってるんじゃないの。あのごめんください。誰か出てきてください。知らない人だ。当たり前でしょ、姉さん。何ですか？人の顔チロチロ見ないでくれます？そんなに珍しい顔してますか？知り合いなの？ねえ、あなたたちトビウオ層に何か